こんにちは。今日はですね、10月27日。さて、何の日でしょう？正解は、そう、トーニナの日です。今日からですね、おもちゃ屋さんであるものが発売されたということで買ってきました。今日はそれを開封していきたいと思います。それでは、おーちきら。手を出してしまいました。もうここからは引き返せないです。それがですね、こちら。じゃじゃーん。トミカです。前にもね、実は手を出しちゃいけないゾーンに手を出してしまったっていうことを言ってて、それはパークの中のトミカに手を出してしまったっていうことだったの。一個買ったらもう終わりだと思って。全部揃え始めちゃうって思って、でも今回、めっちゃ可愛いトミカが普通のおもちゃ屋さんで出て買ってしまいました。ついに。でも本当に本当に可愛いので手を出してしまった今、後悔は全くありません。でですね、今回10月27日に発売されたトミカは、なんと私の大好きなラプンツェルなどプリンセスシリーズもあります。全部で5個発売されたんですけど、じゃあ順番に紹介していきます。ディズニーモータースジュエリーウェイシリーズですね。1個目、ででん、こちらデイジー。かわいいびっくりした。めっちゃプリティキュート。今回のディズニーモータースジュエリーウェイっていうのが、ミニーとデイジーが作った新しいブランドで、ミニーがデザイン、デイジーが思いを込めてあなたの元へ、ぜひ大切な、ね、夢を乗せてくださいっていうことなんだけど、ここにこのパーツをぐさっと刺した、ベリーかわよしい。え、なんかこれミニーちゃんみたいだね。そっか、ミニーがデザインだからなのかな。この横のところにデイジーダックって入ってるね。で、これ実はね、ででーん、開くんです。超可愛くない？ジュエリーをしまっておけるっていう意味なんでございます。ミニーちゃんのトミカ開けます。ででーん、え、めっちゃ可愛いんだけど。じゃーん、完成。じゃじゃーん、ソファーみたいになってる。本当にジュエリー入れるのにぴったりだよ。ミニーちゃんらしいデザインです。ドットも入ってて。じゃあここからがプリンセスシリーズ、こちらでーん、シンデレラー、かわいい。あ、これもなんか全部やっぱミニーちゃんがデザインしたから、耳がこんな感じでついてるね。完成。こんな感じ。あ、ここハートになってる。しかもここにね、シンデレラの靴があって、シンデレラ感がすごい出てる。馬車のここの銀の部分がシンデレラっぽいよね。この中がね、ちゃんとね、座れるようになってんだよ。すごーい。史上最強に可愛いトミカかもしれない。じゃあ次がこちら、アリエル。これはあれなんだ、デイジーみたいなタイプの車タイプなんだね。装着。え、めっちゃアリエルじゃん。ミニーちゃんの耳のところが貝殻とかネックレスになってて、アリエル感がめちゃくちゃ出てます。でも形はデイジーと似てるけど、やっぱ色で全然違うね。上の部分も若干緑が入ってるし。そして最後、ディゲン、ラプンツェル。ポティロンラプンツェル、せーの、じゃーん、かわいい。シンデレラと同じちょっと馬車っぽい感じなんだけど、でもやっぱラプンツェル感が、あ、めっちゃ可愛い。見て見て、ラプンツェル感満載じゃない？しかもなんかこっちの下の方もさ、このラプンツェルの、あ、やっぱここは金だよね。わかる。装着、超可愛い。ということで、今回は私がずーっと発売を待ちわびていたディズニーモータースジュエリーウェイシリーズを紹介しました。全部可愛かったし、とにかくもうラプンツェルがあったことが幸せで幸せで、特に大切なアクセサリーを入れておくのにもいいかもしれません。
ぜひ気になる方は今日からおもちゃ屋さんで発売されているのでチェックしてみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるのでぜひぜひ概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。